はーい、こんばんは。こんばんは。今日は16ビート。なんとなく覚えました。書いてね。ガズレレさんの、見えるのかな？見えるのかな？ガズレレさんの16ビート。教えていただいたものを書き写してやったんですが、なかなか難しいですね。で、今日一曲やってみたのが、落葉、吉田拓郎さんですね。これ簡単バージョンも、簡単バージョンも、かっこいいバージョンも、1、2、3、4、5、6。6コード。で、かっこいいバージョンはなんか F のちょっと変わったバージョンのコードがついてる。で、16ビート。なんだけど、なんかフォークな16ビートっていうことで、うん、一番最初に勉強した16ビートとちょっと違う。いきなり違う。まあでも普通の16ビートもまだまともにできていないので、まあよしとしましょう。ノリでいきましょうっていう感じですね。歌ったもん勝ちでしょっていうね。よし、じゃあ落葉。これはね、親父が好きでね、よく歌ってたんですよね。それで覚えたんですよね、吉田拓郎さん。いいよね、かっこいいよね。よし、いきます。なんとなく16ビート。でも最初は違う。まあ、もうちょっと練習が必要ですね。ありがとうございました。でもいい歌、超いい歌、かっこいいな。ありがとうございました。あ、そうだ、ポチリと。